どうも、ジョージムネです。今日はですね、以前ナマズを捕まえた用水路のちょっと離れた場所にある用水路に来ております。この一帯ですね、田んぼがたくさんありまして、以前のそのナマズを捕まえた用水路からどれぐらいかな、300メートルから500メートルぐらい離れた場所なんですけども、このね、用水路にザリガニがいるのを見つけたんで、今日はですね、そのザリガニとですね、あとメダカをね、捕まえて帰りたいと思います。それでは行ってみたいと思います。よし、こんな感じの用水路でね、ナマズ捕まえたところの用水路にまあ似てますけど、とりあえずね、メダカも捕まえていこうと思います。いました、ザリガニです。この下敷きにどっか逃げられちゃいました。逃げた、逃げた。取れましたね、ザリガニです。これはメスかな。意外とね、地元の用水路ってザリガニがいるとこ少ないんですよね。メダカもね、ちょっとずつ捕まえていかないとですね。逃げられた。ザリガニがね、ほんといないですね。今1匹捕まえたけど全然いないんですよ。結構歩いてきたんですけどね、メダカは結構いるんですけど、よく見てみても全然いないですね。草が見えました。でっかいですね、めっちゃでっかいわこれ。草がめです。高長30センチ、見てください、このライブウェルと同じぐらいの大きさ。うわ、臭いし、寄生ってヒルがついてる。よいしょ、帰ってもらいましょう。結構この狭い様子でカメでっかいカメがいますね。ザリガニもカメに食われていなくなったんだな。その引き目ですね。なんかここ水が濁ってるな、言いにくいです。それじゃザリガニもいるのかどうかわかんないし、あ、やっとザリガニの赤ちゃん捕まえました。あんまりいねえな。もうザリガニ上に登ってる。なんかメスばっかりでオスがいないんですけど、ああやって上に登って田んぼの方に入るザリガニがいるんだろうな。ここにもカメさんがいますね。
このカメさんがやっぱりザリガニ食っちゃうかな。だからあまりいないのか。これさっきのじゃないですね。ちょっとちっちゃいから。さっきの大きかったのかな。来た。ザリガニ。大きめのナマズだ。逃げられた。ここの船が成長して大きくなってるんですよ。うちの船があんまり餌やらないから成長しないのかな。それか水槽が小さいから。船が大量ですね。これは亀の餌で。船めっちゃ成長してる。うちの船全然大きくなってないの。ここで捕まえた。息入った。よっしゃ、もういいかな。なんかこう船根こそぎ捕まえた感じですね。めっちゃいます。よし、帰りましょう。ザリガニの赤ちゃんなんですけれども、これに移したのが昨日なんですけど、昨日の時点ではね、まだなんかすごい見えにくくてどこにいるか分かんないような感じがしたんですけれども、なんか今日見たらなんか色がはっきりついてきたのかな。まあ大きさも大きくなってますけど、確認しやすくなりましたね。大きくなるの早そうです。なんかでもいっぱい生まれてもあまり生き残らないらしいですね。トモ食いとかで結局 2,3 匹しか残らなかったとかいう話が多いですね。別々に育てるのが一番いいんでしょうけど、これだけの数を別々に育てるのはちょっと厳しいですからね。これからね、餌をサバメインに切り替えて青いザリガニにしていきたいと思います。まあね、栄養価を考えてね、1週間に1遍はザリガニの餌を与えたいと思います。